最終章、有り余る富。うわあ、ついに最終章か。長かったよね。早かったな。いや、悲しい。ブリーチジャパンか。まだ少し呼び慣れません。お前まだ生きてたんか。私もです。誰だお前。ですが、清流会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。座り方どうなっとんねん。そいつ新たな会長の手腕には恐れ入りました。エビーな、お前ラスボスっぽいな。なんか何、我々の未来のためだ。やだなお前ラスボスなんか。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか地下に潜るかくらいしかなかった。たまごちゃんおるって誰呼んだ。こんなとこに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。何言ってんだお前。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。お前極道の語の文字も知らんやろ。剣はその現代版。勝たんなお前が。いや、これこそ本来のヤクザのあり方という。何言ってんだこいつ。おい誰かつまみ出せこいつ。極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。お偉いさんなのかな。必要悪ってやつだ。ああ、これから俺たちは国の中枢に堂々と食い込んでその地位を確たるものにしていく。こんなに負けまくってんのになんでこんなに嘘入れんの。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。お前の内部だけだ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。ダメだ、これネタ枠でしょこいつ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。置くの早いな。つるつるやな。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。光ってんなあいつだけ。改めてお疲れ様でした。光ってる光ってる、眩しい眩しい。やめてよこっちに向けんの。眩しいんだから。ちょっと残れるか。はい。新体制の人事についてちょっとな。嫌な顔。何本当ならこういうの。いかにもヤクザっぽくて嫌いなんだ。ちょっと待って待って、何があった何があった。憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんです、ね、ごめん何があった今。手軽だし相手は苦しむし。何お前何考えてんの。ヤクザの未来、そんなものがあるわけないだろう。エビの？ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。ヤクザに恨みでもあんのかこいつ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんです。怖い怖い、生きてる、誰か生きてる。沢城さん。ちょっと待って、何これ。何これ。あんたにも見届けてほしかったですな。何が起きてんの今目の前で。ヤクザの正しい未来よ。沢城。うわうわ、やばい。やばすぎ。ちょっと待って、ほったりやめて。わあ、この間の続きか。はいはい、この後どうなったのか。何 YouTube？ おーい、ふざけんな。トレンド1位じゃねえか。テレビにも載っちゃった。さて、事件から1週間が経とうとしていますが、そんなにか。改めて清流会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか。
まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。ちゃんとまともなこと言ってくれよおめえ。数年前、東条会と近江連合というヤクザの二大巨頭ともいえる組織があったんですが、これが同時に解散しました。はい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 、いいよ。ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、そうですね、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが青龍会。まさかのね。今回襲撃を受けたとされる組織なんです。受けられたんだこっちが。なるほど。そして今、その青龍会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。おー、でもおいおいおい、そういうことが可能なんでしょうか。おい、全然違うって。おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。なんだお前。ですが、この計画実現の第一歩として、先日青龍会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと。まあそこまで言っちゃ信じちゃうか、はい。そして青龍会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。やばいね。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。ちょっと難しいぞ NPO 法人って言われると。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから。何テレビでニヤニヤ笑ってんだ。これはある種の方便ではあるものの、青龍会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。青龍会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、よくテレビでヤクザ出れるってか。この動きは第二次大解散と呼ばれています。相当でかいことが起きてんだな今。これを心よく思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。おい、襲撃されたんだわ。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか。関係者の中ではその可能性が強いと見られています。おい、無関係者だろそれ。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。中心人物っちゃ中心人物だけど。それはどういった人物なんでしょうか。先ほど申し上げた東条会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。うわー、なんかそういうとかっこいいな。なんかこの桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂されているんです。まあ噂だからな。みんな、なるほど、頼むよ。この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあります。おしってつけるとなんか変になるわ。社会復帰と偽って元暴力団員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。まあまあまあ、しゃあないな。この春日という人物も元東条会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。おい、根も葉もないやつ出すな。襲撃事件というのはヤクザという古い体制を破壊して新たな在り方を模索しようとする青龍会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、大間違いだろこのニュース。その新旧の思想の対立と言えますね。何言ってんだこいつ。なるほど、ありがとうございます。ありがとうじゃねえだろお前。行方をくらました犯人たち、こっち見んなお前。不安に怯える市民も多い中、一刻も早い犯人の発見が求められています。もっと感情込めて言え。とんでもねえことが起き始めてんな。まずいぞこれ。キリュウよ、何してるんだ今。合流してる。うわ、合流した、したんだ。緑からの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。あ、村長ご迷惑をおかけしてすみません。村長、人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくて。うわ、懐かしいこの格好。女子供を追い返すほど腐っちゃいね。そうじゃん。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。それも大勢連れてきやがって。うわ、待って、さっちゃんと久しぶりの申し訳ありません村長、お世話。うわ、気まず。
世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。村長。けどよ、俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。もういいやつ、本当に。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。長生きしてるもんだね。ほんと、顔はおっかねえけどな。何か言うねん。二度祝ってくださいよ。ありがとうございます、村長の恩義。必ずお返しします。必ずお返ししましょう。いい酒持ってこよう。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。ありがとう村長。村長ありがとうね。うわ、村長のおかげで助かった。すまなかったな、カスガ。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。トミーの服装ダッサいぞ。あれ、エリナの動きは早い。ネレトの廃棄物処理計画が稼働すれば多くの聖流会の連中が利用される。はいはいはい。そうなる前にこっちから手を打つしかない。そうだね。ええ。お？電話？なぜこのタイミング？エビだ？直属に。ご無沙汰してます春日さん。久々の日本はどうですか？うわ、もうバレてる。日本？なんで俺が日本にいると思うんだ。さすがに引っかかりませんか。でも無駄ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けて。おい、マジかよあいつ。ドワイトはビジネスパートナーなもので、大方桐生さんもご一緒でしょう。うわー、モロバレだ。ちょ、ブラシでもバレてるわ。何のこって何のようだ、エビナ。あ、言っちゃった。桐生さん。いいのか。いい、カスガ。俺らが合流してることくらい、エビナの想定の。まあ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 、ごまかしても無駄か。そういうことです。それより嬉しい報告がありましてね。嬉しい報告？私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃおめでとうさ。そうだね、おめでたいね。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたい。ああ、いいやつじゃん。なわけあるかい。そうかい。なわけあるかい。あと、ついでにもう一つお伝えしておくことがありまして。え、これ沢城のやつ、もしかして。あ、ネズミを一匹捕まえましてね。それはそれはでかいネズミだったんで。え、違う？誰？春日さんにもお見せしたくて。なに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 、やっぱ沢城！かしら。私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか。マジかよこいつ。全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただけて。やば。実際沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。沢城、どうするつもりだ。やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。やっぱそうだったのか。わざわざこんな見せしみみたいな真似までしやがって。エイちゃんとじゃあエビナが復讐。復讐ってこと？さてどうでしょう。絶対 A ちゃんとも繋がってるやん。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。でもまだ生きてる、よかった。こういうのは見捨てられないんでしょう。あんたらみたいな人種は俺のことは構わない。そうしろ。ああ、やめろ。失礼。明日22時ミレニアムタワーの最上階にお越しください。出た、ミレニアムタワー。もちろん来なければこのネズミが死ぬことになります。では。またそこなのか。またミレニアムタワーなのか。龍が如くよ。
人質で釣ってきたか。最悪だ。俺たちを探しあぐねてる証拠だね。ああ、計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。消しに来てるね。人質に取るくらいだ。お前と縁のあるやつなんだろ、沢城ってのは。うん、もちろん。ならお前が行かねえわけがねえ。なーに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろ。本当だよ、もうレジェンドたちだよ。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。何？ん？先ほど元清流会、お現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復帰プログラムを、はい、日本政府が正式に承認すると発表されました。はあ、政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。はあ、発表に先立ち元清流会組員を乗せた大型客船は先週に日本を出発、本日未明にホノルルシティの港に到着しました。え、本日？現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体バレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。うわあの野郎。うわ、第一波がもうハワイに。はい、や、やること。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通し。明日？ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。うわ、急にバンバン来るやん。一度島に送られてしまえばハワイ州も日本政府も彼らのその後なんて気にもしない。厄介者が片付いたとしか考えないだろう。そんであとはブライスの奴隷として死ぬまで隠処理施設で酷使される。胸くそ悪い。うわ、日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。どうする？どうすんの？一番二手に分かれよう。危険だが、どっちかをほっとくってわけにはいかねえ。やっぱそうなるのか。カスカ、海老名は俺にけじめをつけさせてくれる。そうだね、そっちは絶対そうだよな。お前はハワイでブライスを止めてくれ。うんうん、一番はブライスだろうな。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生について。あ、そうだ、一番にまだ言ってないのか。向こうで話そう。先に。そうだよな、ワンちゃん、おやすさんがクズっていう説が出てきちゃうからだいぶでかい。この話はだいぶ重い。エビダの出生のことでキリュウさんが俺に話したいことがあるらしい。いやー、ラニちゃんとかには聞かせられないからな、これ。あの、アカネさん、ラニ、寒くねえですか？ありがとう、私は大丈夫。ラニは、うん、大丈夫。そっか、お湯くらいなら用意できると思いますんで。かくまってもらってるだけで十分よ。こちらにも迷惑かけてしまってるわね。いえ、迷惑なんて。それにいいじゃないですか、たまには迷惑かけたって。あかねさんも何もこれまで頑張ってきたんだ。誰もお咎めやしません。きっとパレカナの神様だってそうですそうね、たまには多めに見てもらおうかしら。そうっすよ、ラニももうちょいの辛抱だからな落ち着いたら日本のいいとこいっぱい連れてってやるからよ。うん、ありがとう一番。うわー、いいなー。わかったわかった、ちゃんとラニとね連れて行こう。どうした？キリュウさんが話があると言ってたら早く行ってやる。ありがとうよ。ああ、その前におめえに礼言っとこうと思ってな。ありがとうな、キリュウさんのこと。横浜の裏を預かる身として仕事をしたまでのことだよそれにわずかでもあの人の力になれたのなら非常に光栄だ。そっか、ええ、ああ、だから気にしないでいい。ほら、早くキリュウさんのとこに行けって。そう、キリュウのことしか気にしてない。一番は感謝したいだけなのに。ちいちゃん、これ みんなと喋りたいな。ねえ一番、ん？ん？前に言ってたよね、心に決めた人がいるって。ん？あ、ああ、あかねさん家で飯食ってた時の話か。確かに言ったな。気まずい、気まずい超気まずい。それ、サイコさんのことでしょ。え？なんで？チラッチラ見てたんだもん、そりゃわかるって。お前、あんな大事な話してたのにさっきの方見てたの？お前、エビナとかブライスのなんだこれって見ながら横目ではさっちゃん、俺のことどう思ってんのかなとか思ってたんか、お前ダーバドー。あー、マジか、俺気持ち悪いな、ね、いいの？
話しないで。それは人生は一度きりだよ。後悔しないようにね。それ前に足立さんにも言われたな。ありがとうな、ちーちゃん。頑張ってみるわ。そう、ならよろしい。うわぁ、さっちゃんどこにいる。あさて、お話ししましょうか、さっちゃん。さっちゃん。あのよ、さっちゃん。気まず。待って、こんなに大人になって気まずくなることある？ありがとうよ。いや、ありがとな、キリュウさんについてってくれて。うん、いや、気にしないで。私がしたくてしたことだし。ああ、それでもありがとな。おい、なんだよこれ。キリュウさんが話あるんじゃなかったの？そうだった。また後でな。おい、もっとさっちゃんと喋らせてくれ。キリュウさんと話さないといけないからね。これはしょうがない。よし、話そう。お前、口やろ、ちょってやらないで口笛を吹けるタイプ？またここに戻ってきちまうとはな。まあ正直居心地悪かね。ありがとうよ。へへ、わかる。ナンバー、キリュウさんのことありがとな。俺は見てただけだよ。キリュウさんに介護なんて必要なかったわ。いや、キリュウさんハワイの時でずっといい顔してる。ナンバーたちでいろいろしてくれたんだろ。まあ、ソンヒとサッチャのおかげだって。わかった、そういうことにしとくよ。いや、ナンバが結構やってくれたからな、エンディングノートとかいろいろ。キリュウさん、あ、いた。キリュウさん、話っていうのは？少し長話になる、時間はあるか。ちいちゃんの絆イベントですね。はい、ちいちゃん。よ、ちいちゃん、どうしてる？うん、ちょっと。お？ねえ、今少し話せるかな、一番。ああ、もう時間たっぷりあるよね。それ、もちろん。これね、絆イベント全部クリアすると水着がもらえるんですよね、なんと。チーチの水着が聞かせたい。顔色悪いな、何かあったのかい？それが、私のジーヤの件でね。うん。急に連絡が取れなくなっちゃった。マジで？富士宮家のジーヤさんだよな。マジ？連絡取れないって。電話が繋がらなくて、うん、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか。他が何かで。そんなことある？うん、ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。はい。部屋には特に異常なくて誰もいなかったって。ジーヤ？となるとバラクーダ行っちゃった？もしかしたらジーヤ私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。あるな。ほら、前に私が第五地区に出入りしたことをジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。した。ああ、そういや、タコス屋のジェフから聞き出したんだっけ。うん、ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。ああ、なってたって言ってたな。そうそう。なら待てよ、ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。あ、確かに。うん、今一番と話してて私もそう思った。おお、全部急げだ、ジェフ行こう。ならとにかく行ってみるか。うん、ジーヤさんの無事が確認できるや、ちーちゃんも安心だもんな。ごめんね、一番、私迷惑かけて。ああ、全然いいよ、迷惑がもうね、愛に感じますから。僕は今そんな話してる場合じゃないぜ。うん、ジェフ久しぶりに会ったな。あいつジェフのタコス屋だ。ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ？毎日とは言ってなかったけど、友達になるくらいには通ってたんでしょう、ね、相当通ってると思うけどね。ジェフは結構危機感強そうだからね。よー、ジェフ、俺のこと覚えてるか？第何話で現れたっけ？ああ、覚えてるよ。覚えてるのかい？一緒にいる姉ちゃんも、あんたら派手に第五地区を騒がせたって。でもなんか雰囲気いいやつなんだよな。そんな話もあったっけ？雰囲気なんかいいやつなんだよな。それよりちょっと聞きたいことがあるんだい。当ててやる。また人を探してるってんだろ。お金必要か、これもしかして。なんでわかったんだよ。お前がここ来んな、そういうことだみたいな。その手の話が多くてな。あー、違うんだ。人を探したいのはあんたらだけじゃない。あー、そういうこと。今こっちに来るあの人もそうだ。あれ、ジーヤじゃないこれ。あれ、ちょっと待って。おい、
ちょっとじいちゃん、あの人ってもしかして。じいや、やられた。千歳様、ようやくお会いできました。騙されたんだこれ。やっぱりそうだよな。でもなんでここに。これはこちらからしつこくお願いしても千歳様はジーヤにお会いくださらない。めちゃめちゃ楽しんでんなハワイ。会うためには策を講じる必要がございました。一本やられた。策、いかにも老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。ああ、そんな時千歳様が何を考えどう動くか、それがわからないようで執事は務まりません。いや、え、案の定私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださ。お前じいちゃん本当に死んだかと思ったんだぞ。ジーヤ、もしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの？可能な限りは私が不在の時にはシェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずです。やられたぜ一本。なんでそこまで。女、お年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。いいやつ。俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。ジェフ、いいやつ。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばなご令嬢探しを少し手伝ってやろうと思った。そしたら一本やられたってことか。もしここにお前さんたちが現れたら、え、絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え、どういうこと、どういうこと。え、あれ、うん、あれ、うん、うん、うん、おい、なんで、なんだよ、なんで、なんで、なんでこれ、みんな先立っちゃって、どういうこと、どういうこと。じいや、こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。おうおうおう、タコスが好きで金払いもいい。おまけに、はい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 、80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強い。やっぱそうなんだね。シェフから話は聞いている。うん、千歳様を血まなこになって探していたもじゃもじゃ頭の日本。待って、一番かこれ。これがお前のことである。まずい。え、ツーショット送っちゃったの。それは確かにそうだったけど。本当にツーショット送ったの、ちいちゃん。仲間として一緒にいるだろう。富士宮家御令嬢をたぶらかした知れ者。ああ、申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおう。待って、ジーヤと戦うの。覚悟しな兄ちゃん。このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱い。なんなの、アニメとかドラマとか出るさ。クマも投げ飛ばしてたんだ。ジーヤはなんでそんな強いの。おお、その話完全に受け入れてんだ。お、疑う理由がねえ。そんな強いのって、そんな話はいいんだよ。ジーヤさん、俺はあんたとやり合う気はねえ。そうだよ、ないよ。ジーヤっていうか、なんか俺のこと誤解してません？そうですよ、ただちいちゃんと一晩仲良くなった仲ですよ。一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。はい、彼氏です。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。まあね、どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。待って、寝れしにやられてる、もしかして。ジーヤ、私の教えたご神術ちゃんと覚えておられますかな。じいちゃん使ってますよ。久々に稽古をつけて差し上げましょうか。いや、やばいな。じいちゃん強そう。聞いてたイメージと違うぜ。腰の低いお人よしって言ってなかったか。言ってた、言ってた。それはあいにくだったな、このじいや。千歳様に危険が迫った時は、いつでも修羅に戻ろうと心に決めておった。待って、じいやと戦うの、本当に。行け、じいさん。まずい。俺らはあんたの味方だ、頑張れよ。おい、ふざけんな。ちょっと待って、マジで。じいや、ぶっ潰す。レベル何なの。さっさと始めようぜ。待って、これレベル何かでよって結構変わるの。うわ、ぶれ、ギリ勝てる。じいちゃん、最後何で行こうか。そしたら電光石火だ。シャキーン、シュパー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 。問答無用だな。しーちゃん、一応自分のじいさんだったよ。一応自分のじいちゃんだよ。じいや、大丈夫。なんという、いや、すごいわ。まさかこの私が膝を屈
するとは。龍が如くはじいちゃんが強いんだよな、マジで。じいちゃんほど強いから。いや、めちゃくちゃ強かったけどよ。もう年なんだから無理しないで、じいや。私のことなら心配ない。うん、任せて、一番に。確かに、私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな、ジオ。ずいぶん腕も上げられた。安心して見ておれました。あれ、ジオ、もしかして。なあ、ジオさん、俺はジジジイちゃん、千歳さんをたぶらかしてるわけじゃん。ジイちゃんはまずいな。縁あって、いろいろ助けてもらっちゃいるが、妙な企みはね。そうだ、一晩狙ってるだけです。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか。まずい。いや、それは、すいません、それだけは。ジイヤ、ごめん、それだけは無理。あ、急に悲しい BGM 来た。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。じいちゃん、じいちゃん、千歳様、あなた様はハワイで何をしてるのですか。おい、言うは何し日本へみたいな言うな。言うと色々あるけど、あ、そうだな、全部ひっくるめて一言で言えば、はい、巣立ちの真っ最中ってとこね。全然違いました、ごめんなさい、場違いです。巣立ち、それは富士宮家からの。あ、言っちゃった。うん、家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね、ごめん。ジーヤ、ちょっとこれはショックか。ジーヤ。なるほど、そうですか。大丈夫、ジーヤ。でしたら何よりです。え、どういうこと。え、我々が千歳様をお支えした日々が実を結んだというわけですか。待って、ジーヤってそういうこと。巣立ちして欲しかったの。子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにすること。おう。もちろん、もっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ジーヤ、ジーヤ、いっぱい心配かけて。ジェフ見るな、ジェフ見るな、お前は。今までずっとありがとう。お前バラすなよ、他の人に。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。いや、ジーヤだからこそなんよ。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。どうなんだ、ジーヤ、これ本当、本当なのか。これは家族写真のことですか。あの毎年大掛かりな人数で撮影していた。そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そんなに、そんなに多いんだ。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一時が万事全部そう。なるほどな。まず第一なのが自分と富士宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。なんかさ、でもさ、ジーヤの感じ、ジーちゃん、これ違う感じじゃない。そんなんだから、タタラチャンネルとやらに富士宮の暴露動画を上げられてしまった。あ、実は先頃、ご当主はそのタタラが誰なのか一人思い当たる者がいると仰せで。ああ、やばい。それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ。まずい。それは一体誰なんだろう。嘘下手だな、お前知ってる感じの雰囲気出すな。ご当主はもし自分の思う人物がそのタタラであるならば、
暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。ほう。父が自分のせいだって言ったの。タタラを敵対させた心当たりはいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。ジェフ見るな。なんでジーヤ、そんな話をなんで私にするの。確かにそうですね。千歳様に言ってもせんない話でございます。うわ、知ってるやんジーヤ、これ知ってますやん全部。ただ私が言いたいのは、何者なんこのじいちゃん。ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば、雪解けの機会も逃してしまいましょう。かもね。それを伝えたいがために、私は千歳様とこうして顔を合わせて話したかったのです。ジーヤ。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ。恐れ入ります。ぶねえ、そうだったんだ。俺の顔に何か。ああ、お前の顔じゃない、お前の髪型だ。あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え裏表のない人間とお見受けした。おお、ジェフ見るなこっち。今は詮索することを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。いや、当たり前です。分かってます、お任せください。はい、ジーヤさん。ジェフ見るなこっち。こう。ではあともう一つだけ、あなたには言っておきたいことが。おい、何でしょう。はい、私が若き日熊を投げたのは間違いなく事実。いやいや、マジで。そのことは夢夢お疑いくださいますな。そうでしたか。そうなの。これは失礼しました。おい、ジェフ見るな。では。うわー、すげえ、ガチモンの人だ。じゃあこの人ガチの人だ、ガチですごい人だ。じゃあよう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。めっちゃ聞いてたよお前。さあどうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。ジェフ何者なお前。あー、ごめんね、すごかったな。一番また私迷惑かけてばっかり。いや、いいんですよちいちゃんね。いいって、うん、とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。そうそう。けど元気な人だったな、あの年であんなに強えなんてよ。いや、すごいよね、普通に強かったわ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。なんなんなん、うん、ちーちゃん、かわちん、やっと少し笑顔が戻ってきたかな。かわちんな、本当にちーちゃんは。なんだかんだ元気なかったろ。ずっと俺らに引け目を感じてる。そりゃあね、私はエイジのスパイだったことをずっと隠してた。いや、まあ、みんな水に流したって言ってくれるけど、うん、流したよ。私はまだ自分なりのけじめをつけなきゃって思って。いや、本当は撃たれてしょうがなかったもんだって。ちいちゃん大丈夫大丈夫、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって、うん、大丈夫よ。すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん、そうだね。そうでしょ、もう一番のチンチン見た仲でしょな、だろみんな。あら、すごい。ああ、当たり前だ。いいタイミングで集結した。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。みんな何、みんな乾杯する気満々。すごい、絆メートルに入ってきたみんな。そういう時は俺も呼んでくれない。マスターも入ってきた。いや、あんたはさすがに関係ねえだろ。いや、いいじゃねえか。
まあいいじゃねえか。いいじゃねえか。来るもの拒まずだ。だろ？すごいいいイベント。たく、わかったよ。ボマはいつもそれだ。理解できてきたな、富澤。お前なかなか飲み込みがいいぞ。褒められてる。見どころがありますね。もちろん、千歳さん。お前入ってきたばっかり何言ってんねん。しまして。それじゃあまあ、行くか。乾杯！乾杯！うわ、嬉しいだろうな、ちいちゃん。ありがとね、一番。お？てか、女の子一人だ！これやばいな。みんな、見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト！次回のお話はこちらから見れるよ。